国関係に対する非常に厳しい対岸ミサイルが搭載できるので、そういった意味でもできるということで、まあ、こちらの機体には空対空のミサイルを搭載してもらって、こちらの機体は空対空ミサイルを搭載するという形で、まあ、そういうバリエーションが、ね、違う。意外とこの形態が、形が搭載しているものが違うので、意外とこれだけ違うと、フォーメーションをここに並べておくのも意外と難しいんですけど、